こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。お茶の先生の稽古に行った時の動画です。急いで来ました。そして知り合いの方にいただいた帯をつけていますが、ちょっとまだぐちゃぐちゃですね、背中。新年の初釜にしてはちょっと遅くなってしまったわって先生がおっしゃっていましたが、もう先生の素晴らしいお料理をご馳走になりました。お茶はすべてこうやってお食事が出て、そして和菓子を食べて、そしてお濃茶、そしてお抹茶っていうね、本当にフルコースのお手前をしなきゃいけないんですよね。このお料理は今回は先生が作ってくださいました。和菓子は中に金柑が入ったとても美味しい和菓子でした。さてさて、別の日です。冷蔵庫に何もなくなってしまったので、業務スーパーに行ってベーコンとか、まあいろんなものを買ってきたんですけど、ベーコンとロースハムを買ってきました。この業務スーパーのベーコンはおすすめです。こうやって大量に買って冷凍しておきます。北海道の佐々木博之さんの奥様の悦子さんから、簡単だから作ってみてって言ってレシピを教えていただきました。本当は餃子ニンニクがいいらしいんですけど、今ないので、ロースハムにえのきと万能ネギ、それを乗せて、そして巻いて、用紙で留めています。この巻いて焼いたハムに、からし醤油をつけて食べるというのを教えていただきました。それがね、なんかすごいハマって美味しかったです。からし醤油が意外と合いました。実はこの日に、ウーエンさんの豚肉と、キャベツの炒め物っていうのを作りました。なんですけど、それだけだとちょっと物足りない感じだったので、もう一品この悦子さんに習ったロースハムで、この巻いて焼くっていうすごい簡単な料理だったので、これを一緒に作りました。とてもね、なんだろう、からし醤油で私このハムを食べたことがなかったので、ちょっとすごくハマってしまいました。これ美味しいです。それで半分、業務スーパーのハムは冷凍して、残り、12枚だったので、6枚こうやって巻いて、で、また次の日同じようにまた巻いて、もう一度食べてもいいなと思って、ちょっと今回はそのウーエンさんのキャベツと豚肉の炒め物も作ったので、6本こうやって巻いて刺して焼きました。とてもね、本当美味しいですね。からし醤油がこんなにハムに合うと思わなかったので、なんかすごい美味しかったです。ウーエンさんのが味が薄かったので、ちょうどバランスが取れました。もう一つお豆の簡単な料理も教わったので、お豆も業務スーパーで買ってきてすぐに試してみました。いや、意外や意外。非常に美味しくできました。ちょっとね、デザート的になるんですね。後でご紹介します。これは、ほとんど真ん中の野菜にうまく火が通ればいいので、一度焦げ目っていうか少し焼き色がついたら裏返して蓋をして、ちょっと蒸し焼き風にしました。割としっかり焼きました。中まで
きちっと火が通った方がいいかなと思ったので。でもね、案外火が通りやすかったです。実は私はこれをベーコンでやっていた時があったんですけど、とにかくベーコンは血よけも効いてたし、そのからし醤油でつけて食べるっていうことはしたことがなかったので、お弁当なんかにはよくこうやって巻いて、ベーコンで巻いたのを入れてたんですけど、いやちょっとこれはねびっくりというか、その簡単というか発見でした。ちょっとねお客さんに出しても本当いい料理です。あ、そのからし醤油がすごく合うんですね。これ私なんか刺し方が下手くそでしたね。もうちょっと綺麗に刺せばよかったんですけど、ぐさっとただ突き刺しただけですね。ひどい。まあとにかくちょっと全体的に焼き色がついた方が美味しそうだなと思ったので、ゆっくり蓋をして焼きました。なんか私がすごく忙しいから、悦子さんがいろいろ簡単な料理を教えてくれようとして一生懸命メールしてくださったり、これは作り方の動画までメールで送ってくださいました。いや本当にありがたいです。いや本当に美味しかったので、上手にできたので、これから簡単だし我が家の定番になりそうです。皆さんもぜひ作って、とにかくからし醤油で食べてみてください。この日にもう一つ作ったキャベツと豚肉の炒め物、ウーエンさんの料理はまた次回お伝えします。尺がめちゃくちゃ長くなりすぎちゃったので、動画が長くなりすぎたので次回に回しました。まあ、とにかく簡単な料理で美味しいと、もうそれが一番ですよね。なんか時間かけてすごい手間かけて作っても10分で食べちゃうからね、大体私も早食いなので、まあ、それを思うとこういう忙しい時にパパッとできる料理は本当にありがたい。これならお弁当にも入れられるしいいですよね。まあ、でももうお弁当は作ることがなくなっちゃったので、夕食のおかずとか、まあ、お昼でもなんかちょっとちゃちゃっと作ってもいいですよね。まあ、そんなことで中身は何を巻いてもいいなぁなんてちょっといろいろ思ったりして、まあ、香味野菜みたいなものを入れてもいいですよね。まあ、とにかくその餃子ニンニクっていうのが手に入ったら、私もその餃子ニンニクを巻いて作ってみたいです。なんか一回ぐらい食べたことあるかな。なんか餃子ニンニクって聞いたことあったんですけど、なんか食べたような気もするけど私も忘れちゃって、ニンニクの芽っていうわけじゃないよね。まあ、とにかくそれを入れて巻くらしいんですけど、今の時期はこの万能ネギで良いと言われたので万能ネギを巻きました。思った以上に本当に食べやすくてすごく美味しくてハマりました。これもし私だけだったら本当にこれだけでいいですね。なので、まあ、この出来上がったのでちょっとおしゃれに細長いお皿に盛ってみました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。